こんにちは、つよぽんです。今日はですね、つよぽん散歩、ホットスポットイン九品仏ということで、大変暑い場所、ホットスポットをですね、ご案内させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今見ていただいているのは航空写真というかですね、地図です。で、この真ん中にあるのは実はこれ駅なんですね。九品仏の駅ということになります。で、九品仏の駅は東急大井町線に位置しておりまして、大井町線というのは、はい、大井町の駅からが来てですね、自由が丘のお隣ということになります。で、この九品仏の何が熱いんだというところだと思うんですが、まずですね、うっかり急行に乗るとですね、止まらないので降りることができません。各駅停車のみの停車ということになります。で、九品仏駅が面白いのは、駅が大変最小なんですね。小さいってことなんですけれども、小さいんですよ。で、各駅停車っていうのは、まあ、都内の電車にしたら、まあそれも最小というか5両編成なんですね。で、5両編成の結構コンパクトな電車が止まると、こっからここら辺になるんですね。はい、なんですが、駅のホームはこっからここまでしかないわけで、電車が止まるとこういう感じに止まるんですね。はい、こっち側だとこの辺まで電車あるわけですよ。で、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、ここにね、なんつうんですかね、湖でボートが止まるような桟橋みたいな、まあ、一応ホームはあるにはあるんですけれども、木のホームで、まあ、もちろん人は誰もいないし、多分ね、人が乗ったら木腐ってて割れんじゃねえのというようなホームが一応あるんですが、はい、だから電車がブーッ止まると、こっち側1両はドア開かないんですね。要は降りれないんですよ。はい、で、ここがなんでホットスポットかっていうと、先日もね、その踏切がこことここにあるんですけれども、子供がもうね、目を輝かせて夢中になってね、写真か動画撮ってて、で、お母さんがもうめんどくさいわね、早くしなさいよという感じでですね、ただそういうね、子供が夢中になっているものっていうのは、僕はなんかね、見逃せないわけですよ。何に夢中になってるんだろうと。はい、で、撮影してきました。で、ここね、その電車、まあ、降りれないこの部分なんですけれども、普通はなかなか見ることができない、その人が乗ってるところの下の部分、メカの部分のですね、がすごい近くで見れるし、プシューっていうその機械音がですね、もう間近、もう手を伸ばしたら届きそうな距離でですね、まあ、手伸ばしたら危ないですけども、見て聞いて感じることができる。こっち側にいれば、この踏切からですね、この電車のですね、人が乗ってる真下の部分が間近で楽しむことができるし、こっちからだとこっちの電車のね、向こう側がもうライブで楽しめるというね、大変熱いポイントということで撮影してまいりましたので、その東急大井町線のですね、なかなか見ることができない、電車の下の部分、そしてそのサウンドをですね、今日は満喫いただきたいかなと思います。